諏訪ひろみのシングソングサクダイナー、風に舞い上がる白髪の花、そんなに涙止めどなく流れても、飛び立てばいいさ。諏訪ひろみのシングソングサクダイラのお時間です。諏訪ひろみのシングソングサクダイラ、登山電車で行く絶景露天風呂の宿、小諸菱温泉時和館と、浅間山麓多肉植物のパラダイス金玉園の提供でお送りします。今日も元気に諏訪ひろみさんです。よろしくお願いします。おはようございます。諏訪ひろみです。よろしくお願いします。はい、はい、さあ諏訪さん、はい、バンダナ巻いてるのがそんなに珍しいですか？今鼻水出ちゃった。すいません。もう最近あれでしょ、テレビ版終わったでしょ。テレビ版終わりましたね。テレビ版の時はなんか暗黙の了解で、ワイシャツを着ておかなくちゃいけない。そうだ、ワイシャツじゃない、ね、っていうのがあったんですけど、まあ本来枠組に始まってからですね、はい、2年、丸2年ぐらいテレビ版やってたんですけどね。はい。最初からほとんどね、ワイシャツじゃなかった。最初の頃そうでしたっけ。俺割と少なめだったんですよ。へー、うん、蝶ネクタイがなんかこう、うん、ね、途中登場したりとかありましたよね。そうそう、っていうか最初からね、あの社長から蝶ネクタイはいいぞって言われまして、あ、いいぞって似合うぞって、僕のねファッションの一つをね、あの広げてくださって本当に感謝してるんですけど、ワイシャツに蝶ネクタイ、ワイシャツに蝶ネクタイ、蝶ネクタイ、うんうん、だったんですけども、はい、まあ、ちょっとあのテレビも終わったってことで終わったから、ちょっとあの休憩、ね、休憩本来のラフな感じラフですよ ね、トレーナーですか、ね、ユニクロの最新アイテム、いいですよ ね、 結構そのなんか いいかどうか分かんないですよ。でもこれでいいのはね、これ パンツがあるでしょ、はい、私たちの時代で言うとズボンっていう、ズボン、あ、ひろみさんズボンって言います、え、ズボンですね、ズボンでしょ、ね、子供の頃はめちゃめちゃズボンですよ。いや、なんかズボンですよね。中学生になってスラックスっていう言葉を知りまして、うん、スラックスって言ってましたっけ、 なんぞやって、はい、うん、中学生になった時には、あ、中学生の時スラックスって言ってたっけ、ズボンの、私の学校はですね、うん、あの女子はスカートではなかったのです、はい、中学校スラックス、はい、ズボンでした。もうズボンって言うとズボンじゃなくてスラックスなんですよ、中学校の生徒。今どうなんでしょうね、桜平の中学生の皆さん。どうだろうね、中学生が通う時間帯に、あ、でも最近は木金がね、ほら、うん、あのフリーになって、あの、はい、子供の送り迎えとかするようになって、あの高校生はよく見えにするんだよね。あの8時10分ぐらいにあの遅刻寸前でこう走っている高校生の姿あのスカートですよね皆さんね、はい、中学生どうなんでしょうね。中学生はね割と合わないんだよね、気になるな。あの月火水だと中学生がなんだろうな、通学する前にこっち来ちゃうし、そうですよね、木金は高校生が通学する時間帯に車乗ってるからですよ、ね、割と中学生を見てるけど学生服じゃない。そうなんですよ、いや、うん、学生服がスラックスだったんですよ。まあ、今では女子ですか。はい、そうです、そうなんですよ。で、あの今では私の母校は、うん、おっちゃれな制服になってるんですよ、あの中学校なんですけれども、うんうん、グリーンを基調にしたあの佐久長聖高校のグリーンみたいに近 い、うん、いね、そうなんですよ、おしゃれなあの制服を中学生が着てるんですが、そうなんです。で、私は中学生の時毎日スラックスだったのですごい嫌で、うん、基本あの、ま、スカート着たかった、そうスカート大好きなんですよ、珍しくパンツなんですけど、うん、基本スカートパンツなんですよワイドパンツなんですけど、あれ今パンツなんですか、はい、ワイドパンツなんですけど、あ、本当はパンツだ、はい、珍しくあれパンツって言うんでしたっけ、パンツって言うんでしたっけ、パンツですよね、パンツだと あのパンツになっちゃうからね、ね、難しいな、イントネーションっていうのは難しいですよね。でも今なんか子供の頃はパンツパンツ言ったけど今はパンツ、うん、パンツ、あ、大人になったらパンツ言わないでなんか、うん、ショーツとか下着の方は言うようになってな気がしますが、はい、話戻して、うん、中学校の時はあの修学旅行に行くからって言ってスカートを作ってもらったんですよ。なに、修学旅行だけスカート OK？ はい、なんかこれなんか不思議な響きですね。
だから普段スラックスでしょ、はい、だから修学旅行の時はじゃあスカートでいいよってことそのために作ってもらったんですよ。え、何、修学旅行はスカートでも OK 論が出たんですか。分かんないですけど、みんな修学旅行にスカートを作るんですよ。なんか不思議、なんか大人の階段登るって H2O さんの曲ですけどそうじゃないんですか。なんでしょうね、ほら校内ででも自由にこう活動するにはやっぱりスラックスの方がいいっていうことだったんでしょうかね、うん、ねえ、あ、でもね、確かにね、うちの中学校もね、篠ノ井西中学校って、はい、あのね、私あの妻と母が佐久ってことで佐久に、住んでおりますけど、はい、ね、出身はね、出身はあの、はい、長野市の篠ノ井っていうね、西中学校、今苦しんでる AC 長野パルセロのお膝元っていうねまあこの佐久もホームでございますけど、はい、AC 長野パルセロ、あそこはね割とね、あの冷え込みが厳しかった、僕の生きてた時代は、はい、なんか北進だけど冷え込みが厳しかったはい、で雪も多かったしね、うん、自分が子供の時は。あ、でも女子はスカートですね。で女子はねスカートなんだけど、はい、なんか西中スタイルっていうのがあって、あ、下に履くんですか、そう、下にね、そうそう、下にほらあの運動着のズボン、あ、そうそうそう、さ、いけないって言われたんです、そういうのは。それであの制服を着て西中スタイルなんて言われてました、うん、それダメって言われたんですよ今あの結構あの上田市内なんかちょっと柵は分かんないんですけど、上田市内はあのそういう何ですか、運動着、今なんて言うんですか、体操服なんて言うんですか、あのそういうので運動着でしょ通ってる子運動着じゃないやだ、なんか時代が体操服なのかな、あ、どうしよう、分かんない、ちょっと教えてください。今あの親御さんで中学生お持ちのお父さんお母さんいらっしゃったら今は体操服ですよとか、ね、なんて言うんでしょう、今運動着ですよとか突っ込んでいただきたい。めちゃめちゃ中学生のそのスカートかスラックス感は気になりますよね。ね、いやでも佐久市内どうだろうね、またちょっと ね、まあちょっとサイマルラジオで大きな全国各地の皆さんの情報もお待ちしておりますよ。そう、なんか学生カバンとかね気になるところです、ね、はい、はい、ということでですね、はい、まあ寒くなってきました。超寒くなりました、ね、服装もだいぶ変わってきております。超寒い服装かなんだこのあの黄色いバンダナ、これ黄色いバンダナね、これあのファッションって思うでしょ。黄色ですかそれ、あ、オレンジか、オレンジっていうかレンガ色で綺麗ですよね。これはね、実はね、小布施マラソン完走した人はこれもらえる、はい、あ、うわー、小布施マラソン完走者の人はみんな栗色だ、栗色、そう、栗色、秋の栗色ね、黄色じゃないぞ、あの絶対え、僕黄色って言ってましたっけ、ね、はい、言いました、ラジオだけだとね見えないからいいかなって、ね、そうですね、オレンジですね、ライティングでちょっと変わりますけどオレンジですよね、綺麗な色です ね、 ね、だからこれね、うん、持ってると僕もほらマラソンね、兄の影響っていうか、ここまで来るともうありがたかったと思ってますけど、はい、まあ、何個か完走させていただいて、うん、あの、マラソンに出場するとね、うん、あの、出場した人だけが分かることって結構あるんですよね。うん、だからこの、バンダナにしても、大伏せマラソン完走者の方はみんな持ってますし。いろいろもらえるんですよ、ね。タオルとかね、もう柄見ただけで、あ、長野マラソンの南海大会出た人だなとか、ね。知ってますよ。私の、あの、友人の旦那様も、マラソンハマってるんですよ。うん、今、はい、いっぱい持ってるみたいですよ、いっぱい、嬉しいね、グッズ、いやそれは素晴らしいです私なんかと違う素晴らしいランナーですよ、頑張ってください、いやいい、もう1年に一遍でいいよそんなこと言わないで、そうは言ったって10月20日ですよ、うん、長野マラソンのあの電話、ああ、あれほんと取れないからね、もう長野マラソン申し込みたい人頑張りましょう、はい、頑張ってください、あんまり頑張りすぎないでくださいね、私繋がらなくなっちゃいますから電話、うんウェブもあっという間に締め切られちゃうからな。へ、はい。ということで余談でございました。はい。さあ、スポンサー紹介のコーナー行きましょうか。はい、行ってみたいと思います。はい。まずはこちらからです。ときわ館情報。ときわ館周辺の紅葉について、紅葉が始まってきています。西の本数、そうなんです。へ、岸野温泉周辺の紅葉は、来週あたりが見頃でしょうか。もう見頃になっちゃうんだね、考えてみれば。なんとなく早い気がしますけど、早くないですか？いや、だけどね、ほんとここ数日の寒暖の差ってすごく大きくないですか？すごいですよね。こういう時ってね、紅葉ぐぐん進んできますからね。本当です。ちょっと秋早いです。駆け足です。ね、皆さん乗っていきましょう、秋に。はい。高峰高原はかなり、色づいていると思われます。うん、時和館周辺の紅葉は2段階になっていて、赤い紅葉は10月中旬から後半、その後11月上旬から中旬にかけて、唐松林の黄金色に紅葉します。いいですね、2段階。いいね。
ね、10月から11月、本当にあの日々のね、紅葉の変化が楽しめると思います。ぜひぜひ、ドライブにね、出かけたりとか、あるいはこう、山を見上げるなんていうのもいいですよね。はい。そして続きましてはこちらの情報、松茸の情報です。昨年大不作だった松茸ですが、今年は今のところ豊作です。キノコの森ふわりやで松茸尽くしのコースが楽しめますよ。そろそろ終了となりそうな気配ですので、今年の松茸を楽しみたい方は、今のうちにご賞味ください。入荷状況は直接、キノコの森ふわり屋。電話 22-6665、22-6665 にご確認ください。はい。時和館の姉妹店、キノコの森ふわり屋さん、いいですよね。いいですね。そして、忘年会は時和館でどうぞという情報です。夏が過ぎたと思ったら、もう忘年会をどうしようかなと考え始める季節になりましたよね。時和館なら、佐久地域一帯に送迎バスが出せます。バスは45人乗り、30人乗り、29人乗りありますので、大人数でも送迎可能ですよ。宴会場も最大で120人まで対応、ご入浴もできます。夜のご宴会ご利用のお客様は6000円税別。追加にてご宿泊可能ですよ。朝食がついて4名様一室でご利用お願いします。今年は北海道応援ツアーと称して北海道の海産物を提供する予定です。献立は現在考え中。企業、団体など大人数で忘年会を楽しみ方は時和館へどうぞ。いや、時和館行きたいね、本当にね。ね、もありがとうございます。ありがとうございます。はい。はい。続きまして、金魚公園情報。先週の連休が明けた途端に風がひんやりしてきましたよね。本当ですよね。先週の連休はすごい暑かったですよね。暑かったですね。体育の日のあたりですよね。はい。浅間山を方面を見ると、山肌がオレンジ色になってきており、里が色づいてくるのも間もなくでしょうね。木々の紅葉と同じで、金玉園の多肉植物も10月に入ってから色づきが良くなってきており、このところ朝の気温が7度前後になっているのもあり、色づきが一層増しています。ハウスの中はメセンの花もプラスされてとても賑やかですよ。紅葉とメセンの花の見ごろを迎えた金玉園。メセンの花がきれいに咲くのは午後ですので、お花を見たい方はお昼過ぎから3時くらいのご来園をおすすめします。この頃がね、お花がきれいな時間です。暖かいしね、いいですよ。しかもお天気が良い日は特に花色もね、お日様を浴びてキラキラしていますので、ちょっと今日どっか行きたいなっていう方は、ぜひ、金玉園、3号ハウスがおすすめです。そして、今週は明日火曜日と水曜日連休になります。お休みになりますが、その他の日は開園しております。また週末20日土曜日から24日までは神奈川県でイベント出店などのため休園になります。お休みなどをホームページ、インスタグラムにてチェックしてお出かけいただければと思います。以上が金玉園からの情報でした。はい。まあ、時和館もね、はい、金玉園さんもなんかこう、秋にしっくりくる情報っていうんですかね。そうですね。季節とともにね、歩んでますからね。ね皆さん、秋も金玉園、はい、そして時和館ですよ。皆さん、足を運んでいただきたいと思います。はい。さあ、ひろみさん、メッセージも届いてますか、はい、はい、届いてますね、うん。ありがとうございます。はいはい、いただいております、あ、これ、のむさんのね。のむさん、はい、あ、はい、ありがとうございます。のむさん、ありがとうございます。はい、それでは、まずは、これは、どうした、どうした、このおどおどっぷりは。おどおどっぷり、ひろみさん。ヒロミさんへのメッセージをお待ちしておりますよ。ファックス番号0267-6588でメールの方 FM サクダイラホームページから。今日はキノコの日。あとはね、キノコキーワード。お寿司がキーワード。そうなんですね。はい。はい、おたまじゃくしさん、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。
ひろみさん、中村さん、全世界のリスナーの皆さん、おはようございます。おはようございます。ナンバーワンキノコは松茸です。今年は豊作、年に1回のお楽しみ。たまたまその日は帰るのが遅くなり、スーパーへ半額、土瓶蒸しとかんなくずのように薄切りのした焼き松茸でも歯ごたえがありました。なめこおろし、なめこのお味噌汁、エリンギとホタテのバターソテー、舞茸の天ぷら、まだまだ揚げたらキリがありません。本当にキノコ美味しいです。あ、炊き込みご飯もということですけど、キノコいいですよね。本当ですよね。うん、スーパーで手頃に一年中手に入るっていうのもありますけども、うんうん、やっぱりこうちょっと安心して、まあ、自分でこう取るキノコ、自信があることはいいんですけど、安心して食べられるその季節の旬のキノコ、山のキノコっていうのもまたいいと思うんで、うん、食べたいですよね。ねえ、でも、うん、FM さんごたる聞いてちゃんとね、高峰散策の帰りね、うん、割屋さん行ってくれると嬉しいですよね。あ、そうですよね、うん、嬉しいですよね。時和館さんのね、姉妹店ですから、ありがたいななんて思っちゃいますけれども。はい、はい、夕焼けリクエスト、はい、夕焼けリクエスト夕焼けリクエスト、同様の夕焼け小焼けをよろしくお願いしますね。そうですね、いただいております、ね、たまには8時台歌っても大丈夫ですか。あ、もう歌ってください。2分1秒ありますからお願いします。そうですね、皆さんからのリクエストどんどん待ってますよ。はい、夕焼け小焼けで日が暮れて、山の寺の鐘が鳴る、お手でつないでみんな帰ろう、カラスと一緒に帰りましょう。はい、はい、ということでね、歌い出しが高いとめちゃめちゃなんか途中大変なことになりますけど、スワさん、ありがとうございました。やひゃひゃ、ね、プロシンガーのスワさんがあなたのリクエストに歌っていただける生歌リクエスト、はい、ね、ワクワクモーニングの一つの売りでございますけども、月曜日シングソング作だよ ね、はい、ぜひぜひ送っていただきたいと思います。シングソング作だよね、はい、はい、この時間シングソング作だよのコーナーね、提供スポンサーご紹介してまいりましょう。はい、いつもいつもありがとうございます。ありがとうございます。はい、この時間は登山電車で行く絶景露天風呂の宿、小諸菱野温泉時和館と、浅間山麓多肉植物のパラダイス金玉園の提供でお送りしました。ひろみさん、28秒一言お願いします。はい、朝晩冷え込むようになってきましたが、皆さん秋、芸術の秋、食欲の秋、スポーツの秋、いろいろ楽しんでいきたいですよね。はい、皆さんからのリクエストそしてメッセージお待ちしてますよ。週末報告でも構いませんし、今日はキノコ、お寿司がキーワードでございます。引き続きスワさんお願いします。はい、登山電車で行く絶景露天風呂の宿、小諸菱野温泉時和館、一年を通して季節の企画満載、地元東進地区限定お得なプランもあります。詳しくは時和館ホームページか電話 22-0516 まで。浅間山麓標高 1000m、 多肉植物のパラダイス金玉園、毎月1回ワークショップを開催中。多肉のことならお任せください。25-0923、素敵なご夫婦と看板犬チャーもお待ちしてます。まもなく9時です。買えば買うほど安さがわかる、ザビッグ北中ごみ店開店です。It is pleasant morning beginning today also. Let's go Owaku Waku for search with this program. Sock Daira, Wake Up Station. Waku Waku Morning. さあ、統計の針は9時を回っております。この時間は中村哲郎と諏訪ひろみです。はい、お送りしています。ワクワクモーニングね。
ヒロミさんがこの時間も担当するようになってからもうどのぐらい経ったのか、うん、もう5年以上経ったか。ん？ワクワクモーニング最初からでしたっけ？違います、ちょっとしてからです。ちょっとしてからですね。どんくらいでしょうね、はい、半年ぐらいしてからでしょうね。まあ5年ぐらい経ったかもしれないな、そしたらな。はい、はい、ということでヒロミさんよろしくお願いいたします。お願いいたします。さあヒロミさん、今日のね問題のクイズ答えいきたいと思いますよ。はい、クイズクイズクイズいきますよ。はい、楽器の中で、楽器の中であまりにあまりに軽くて、軽くてびっくりしちゃうのは何？軽くなんだろうな、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 軽量、でんでんでん、軽量、何？ん？かすかね、わからない。なんですか、軽い、わからない、なんだろう、軽いですよ、軽い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 、全然違う、軽い、軽いな、羽毛布団。今答え言ってるじゃないですか。軽いな、軽いな、羽毛布団。もう一回言いますよ、問題。何ですか。楽器の中であまりに軽くてびっくりしちゃうのはどの楽器？はい、カリナ。カリナ。なんだ、なんだ、楽器はなんだ、そっから。カリナ。もう一文字で。オカリナ。ピンポーン。なー。今日の問題の答えはオカリナでございました。はい。なんでしょうね。ないない、ちゃんと正解に導きましたよ。そうなんですか。はい、うわー、一番。はい、一番賞はこの方、ラスタンシーさん、おめでとうございます。イエーイ、はい、ラスタンシーさん、岡さんちのリナちゃんだがね、オカリナ。オカリナ、なるほどね。おたまじゃくしさん、ワークモニクイズ、楽器の中であまりに軽くてびっくりする楽器、お、軽いな、オカリナ。みんな頭が柔らかい。私はコカリナ吹いています。おたまじゃくしさん、待って待って、おーさ、あれだよな、コカリナとオカリナを混同してたかもしれないな。そうなんですか。あれコカリナってどういう楽器？あの、うん、こういう感じです。こういう感じ、鉛筆で何か書こうとします、ね、こういう、あ、そうだそうだ、そういう楽器だ。そうだそうだ、ごめんなさい、ね、筒状のオカリナだよね。筒状の丸いちっちゃいやつですね、多分。今度あれだな、おたまじゃくしさんのライブ見に行かなきゃいけないな。これ作詞内でやってください。オカリナはこういう感じですよ、山みたいな。そうそう、オカリナはね、わかる。なんかね、私の友達がね、はい、あの大学時代ね、ちょっとね、精神的にこう彼女に振られたりとか疲れた人がね、あのいまして、友達に、はい、オカリナ始めたんだ中村って言われて、うわー、そうなんだーっていう思い出しますけどね。恋ってキャーみたいな、まあ、オカリナにはまるぐらい大失恋だったんだなみたい な, そうなんです、ね、でもオカリナって本当になんか心に届く、響く ね、 そうですね、素敵な音色ですよね、うん、で聞く人がきっとなんか落ち着く、聞く人がきっと寂しさも感じるね。そうです ね、 なんかね、素敵な音色ですよね、うん、オカリナもコカリナも好きですよ、ね、秋の時期に、はい、ね、影の実行部隊小室翔ファンファンライダー2号、まだ54歳さん、答えおかずクラブの人。オカリナさん、逃げろ。正解、ありがとうございます。ボケ大賞負けちゃう、うん、ラジオネーム頑張れまこちゃんさん、まこちゃん、さあさあ来た来た、今日も来た、中村てっちゃんクイズでポン、答えは日本の中に本当にいそうな名前の人、オカリナさん。でファイナルアンサー、素敵。いや、オカマリさんは好きだったけどな、オカマリさん、オカマリさん、あれ岡本マリさん、あれ岡マリさんっていなかった。いましたね、岡本真理さん、違ったっけ、なんかすごい正統派ビジョンの、それ何々でしょうとか言われそうだね、今。なんでしょうね、岡田さんだっけな、はい、岡田真理、岡田真理さん、なん岡田奈々さん、あれ、私の思い浮かぶ人が分かる人はぜひ、ね、分かんないです、脳内覗きたいですね、誰脳内革命、どうどうどうみたいな、はい、ラジオネーム、うん、こちら黄昏グーダラボッチさん、あ、グーダラボッチさん、ワクモニクイズ、はい、軽くてびっくりの楽器は、その楽器、あれれれ、あれあれ軽くて、うわ、ウクレレ、違うかって、違う、グーダラボッチさん、でもね、私と発想的には合ってる。そうです、私のあのさっき言ったのちょうどこういう流れのあの発想ですよ、私カスタネットですかね、ウクレレであの思いつくものを送ってたら、それオカリナでしょっていうね、あ、このパターンだから、私と黄昏グーダラボッチさんは非常によく似ている、ね、そうです。はい、皆さんからのメッセージお待ちしてますよ、今日はキノコの日、ということでね、はい、一番の賞はナス単身さんでございました、おめでとうございます、その他ボケ大賞ありがとうございました、ね、キノコの日、あなたのナンバーワンキノコ、その食べ方とは、そしてサブテーマはお寿司でございます、まあ、はい、人におごってもらえるお寿司ほど美味しいものはないね。欲張りたくなりましたね。私の母親を持って、おっしゃーみたいな、うん、遠慮なしっていう、遠慮なし一本勝負みたいな、ね、ありましたけど、はい、あれでもお寿司って言えば諏訪ひろみさん、え、やっぱ全国デビューもしてひろみさんは、はい、ね、美味しい、はい、あの時代を生き抜いた人たちですよ、美味しい、そんなこともないですけどね。あ、もうすごい、これはうまかったなとか、
こんなシチュエーションでお寿司食べるのみたいなのなんか言ったことあります？いや、お仕事で食べさせていただけるお食事は、昔話です、あの基本緊張しちゃってダメなんですよ。嘘、はい、だってあの時代なんてきらびやかな世界でしょ、ひろみさん。あれバブルぐらいですよね。バブルちょっと終わってたんで、終わってでも終わってでもまだまだ好景気でしょ。よかったんですけれども、そうなんですけれども、ひろみさんがメジャーデビューした頃なんてねあのお寿司ってこうお上品に美しく食べるにはハードル高くて、上品に美しく食べる、よくテレビの食レポとかあるじゃないですか。 あるかな。ちょっとあんまり大きい、そんな高級な食レポしたことがないもんでね、あんまり大きい口は開けないでなんかこうネタをあのこうご飯をこぼさず、あのね、こう紫ちょっとつけてみたいな感じの、いいね、そういうのはできないんですけれども、だから緊張していかに、ね、待って待って、ひろみさん今何気に流しちゃったけど、紫ちょっとつけてって何、あのお醤油のことすいませんでしたっけ、紫って、あ、そうか、すごいな、本当に。じゃあ江戸紫って江戸醤油ってことだった、知らない、どわかんない、そこよく江戸紫、江戸紫でございます、いますよね、あれなんか、あれ醤油なのかな、食べ物じゃなかったっけ、江戸紫、どうでした？どうなの？昔ね、僕の同僚で、あのね、コミュニティ FM だったかな、ミニ FM だったか忘れたけど、うん、DJ 江戸紫っていう人がいたんですか？いたの。江戸紫さん、江戸紫さんって言ったからね、俺なんか何も考えずに江戸紫さんって言ったけど、あれ、考えてみれば江戸醤油さんだったってことですかね。どうでしょうね。どうなんでしょうね。真相してる方はぜひ教えてください。そう、それで、そのまあ、お寿司とかは、結構、お話ししながらだと、お話の方にこう、頑張って集中しなきゃいけないじゃないですか。そうすると、どうタイミングで食べていいか分からなくてっていう、なんかそんな感じでしたね。なるほどな。はい。お付き合いで食べる食事は、なんか緊張しまくりで味がよく覚えていないという。なんかあれだよ、ヒロミさんのこうイメージからするとですよ、はい、なんか魚一匹こう解体してその場で、はい、もう銀座あたりでうひゃーって素敵なミュージック、ジャズミュージックとともにこう、なんですか、すっごい食べ方でお寿司を食べる解体ショー、そういうのがあるんじゃないかと思って期待して聞いてみた、ね、あ、そっちですか、そうそうそう、ダメですね、私余裕ない方なので、ね、あ、でも解体ショーで解体ショーじゃあイベントに解体ショーがあって、うん、そこで解体したてのやつっていうのあったですね。あー、やっぱ美味しかったですか、うん、美味しかったです。あーねー、銀座、私の行った銀座は普通でしたね、うん、私の行った六本木も普通でしたね意外とって、ね、何でしょうね、そう、もっと期待していったらめっちゃ普通でしたね、はい、そんな感じでした。いや、もうそんな、あの、もう敷居の高いような、そんな高級なところは多分行けてないってことだと思うんですけど、いやいや、そんなことないです、ヒロミさん行ってると思いますよ、実際はね、記憶がないんです、緊張してて記憶がないんです、うん、僕なんかあの限りなく果てしなき一般人ですから、やっぱこう長野県で生まれ育ってね、はい、あのやっぱ銀座に行った時って僕ね、うん、あの神奈川の大学だからあんまり銀座の方行くことなかった、はい、横浜多かった、うん、銀座行ったのって社会人になってからで、あ、その頃ってもう2000年前後の話でしょ、はい、あの頃って行くとね割と普通だったよ、落ち着いてますよね今違うとあのビルとかね、そうだから立ちましたから違ってんじゃないの、イメージ、テレビのイメージがあってダメですよね、ね、うん、普通な銀座もあります、銀座、まあ、確かに素敵な人ばっかりですけどっていうね、なるほど、みたいな。もう、名前だけで六本木に行きたいとか ね、そんな時代でしたね。多分知らないんだな、銀座をな。教えてください、皆さん。水道トラブル困ったな。電気つかないどうしよう。すぐに駆けつけお助けします。ホームレスキュー君に見。フタマル FM サクダイラ、プッパイプリル倉科賞のリメンバーズ、僕のふるさと佐久から全国へ大好きな音楽とともにお届けする30分間、ここでしか聞けない弾き語りもお届けしています。毎週火曜日18時30分に FM サクダイラでお会いしましょう。Let's go in search of the charm of Sakudaira76.5 FM FM Sakudaira Waku Waku Morning ワクワクモーニングっていうのは、ヒロミさん、あ、ヒロミさんすいません、メールも取ってきていただいて、ごめんなさい、本当に、はい、あのワクワクモーニングっていうのは、あのヒロミさんみたいな楽しいお話をね、あのお届けするっていうのもあるんですけど、基本的に3時間聞くと、その日の話題の主要なニュースっていうのは抑えられるようにしたい、
っていうのを軸にやってきてるんですね、実は5年間。はい。まあ、ずっと聞ける人はいないと思うけど、できるだけ7時台にはあのニュース、うん、そこだけ聞けば、ね、まあ、大体主要な政治も経済も、はいはい、特にあのスポーツニュースとかね、朝一でね、うん、抑えられてる。で、はい、8時で抑えれば芸能ニュースも抑えられて、うん、少しからの情報もあって、で、復習編ということで、9時には、9時40分の時間にプレイバックパート2と、はい、うん、あと、紹介できなかったニュースを紹介するっていうふうにしてるんで、ね、はい、主要なニュースは全部伝えるっていう意味で言うとですね、今日紹介しなきゃいけないニュースがありますよ、ヒロミさん。何でしょう。まあね、私ね、新聞取材を受けるときは必ず連絡してくれって言っているんですけど、はい、連絡は来なかったけど、うん、今日の信濃毎日新聞の一面トップに、はい、ダンプ親父ボーイさんが出ています。あらま。実は。あらま。あれ知ってました？知らなかったです。私もね、今日気づいてね、ダ、はい、ンプさんに連絡くださいって送ってきましたけど、これね、内容自体は本当に素晴らしい内容で、はい、今日の地元紙のね、一面に掲載されてるんですけどね、実はダンプさんの特番があるんです。はい、11月3日の夜の7時から9時。はい、ね、で2時間放送なんですけども、まあ、私ここのディレクター席つかせていただきますけど、はい、まあ、当日はね、あれ11月3日のもう草競馬大会の実況もあるんですよ。うん、あ、餅月ですね、朝から9時までっていうね、うん、あれなんですけどね、まあ楽しみにはしてる番組なんですけど、はい、で、この2時間番組でね、松本情報とか、いろいろ松本発っていうところで全国とつながって、うん、まあ佐久市民の皆さんに、そしてサイマルラジオとして全国の皆さんにつながりたいということで、地元の並木小学校かな、これね、小学生が地元の話題を題材にラジオ番組を制作する企画、小学生ドリームラジオね、浪柳小学校で収録があったんですね。で、これは東京都青梅市立第二小学校の児童と協力して番組に仕上げて20分番組で放送するというものでね、その収録が行われたということなんですね。はい。で、11月3日の午後7時から9時ね、これ名前書いてあるんでダンプさんって紹介しておきますけど、ダンプさんの番組の中で放送するということ。皆さんよかったら11月3日の4時から9時ね、松本の並木小学校の皆さんと、青梅、私立第二小学校の皆さんとの交流っていうのを20分番組で番組にしたと。これ佐久平でもやってみたいですね、またね。うん、そうですよね。そうだね、ということで、まあ松本情報宅配便スペシャルっていうことでね、松本を今回は並木小学校とやったってことですからね、はい、ぜひ、皆さん聞いていただきたいと思います、ね。これ、まあ、本名が出ちゃってるから、いいのかどうなのかわかんないね。みんな、新米をチェック気になる人はチェック。あんまり言っちゃいけないんだけどね、はい、一面載ってますから。そうですね。そう、やっぱり全部を紹介するってことで言うと、これはちょっとね、報告くださいとダンプさんに伝えてありますけれども、はい、ね、結果的にはね、素晴らしい記事と、皆さんね、はい、ラジオも聞いていただきたいと思います。はい。はい。はい、続いていきますか。はい、長野ドットノームさん、メッセージありがとうございます。鉄道ちゃん、ひろろん、ナンバーワンキノコは松茸と言いたいけれど、あえて椎茸、エリンギ、椎茸は醤油につけて焼き生姜醤油でつけて、うんと、食、生姜醤油ね、あ、焼き生姜醤油ね、生姜醤油ジャンガって始まるの。緊張しちゃってますね。焼き生姜醤油につけて食すかな。美味しそうですね。俺ちょっと想像しながら読んでたんですけど、美味しそうです。やってみます。また、松茸は高いし、いただく機会が少ないので、食感似てるエリンギを長谷園の松茸のお吸い物を炊飯器に入れて炊くか、お吸い物の中に焼いたエリンギを浮かべていただく。これ焼いたっていうのがいいですよね。ね、クックパッドとかね、インターネットでいろんな松茸料理の検索すると、この長谷園の吸い物の素が大活躍してるみたいなんですよね。いろいろ出てきてすごい楽しかったんですけれども。はい。若い頃、岐阜が松茸山を持っていた。すごいな。すごいじゃん。うん。松茸山を持っている？宝の山じゃないですか。持っていた。京都府亀岡市。自分の山の松茸をたくさんいただき、松茸のフルコースしたのは事実。わあ、すごいな。すごいな。ノームさん、どこだけでどこまでセレブですか？食べてたんですね。セレブリストですよ、セレブリスト。美味しいの。多分そんな英語ないと思いますけど。はい。さあ、サブテーマ、いきますよ。親戚の、おじに、握り寿司をおごってもらい、当時小一の私は、唯一食べた、
タコを食べた後、同じネタばかり食べたこともあり、気分が悪くなり体調を崩した、笑える話も、ああ美味しかったからいっぱい食べちゃったんですねタコね、うん、子供の頃はありそうですよね。私の友達の子供さんなんかあのコーンばっかり食べてましたよ。本当にお寿司屋さんで回転くるくるで、コーンばっかり結構なんか楽しかったですね、コーンばっかり、コーンばっかり好きなもん食べればいいんだから、そんな生じゃないんだなと思いながら、そう、あとハンバーグのお寿司とか、うん、やっぱりほら 生ものってあの食べるタイミング、あれ会計別々だったんじゃない、え会計別々だった、うん、そういう話じゃなくてあのなんて言うんですか、生物デビューって緊張して手が出ませんわ、生で、うんうん、あ、じゃあくるくる寿司なんで、うん、あの好きなもの食べたんですけれども、やっぱりほら生物デビューって難しいとかあると思うんですよ。そんで無難にコーンとかだったのかなっていう思い出があります。私はあのくるくる回るところのあのあれが好きですね、なんだっけ、エリンギじゃなくて縁側あ、縁側いいね。くるくる回るところで縁側食べます。縁側、ね、食べます。もう本当にね、乾いてると悲しいけど。なんかね、土曜日の時は貝食べてましたよ。なんか貝だった。あとマグロもうまくてね。あ、いいですね。なんか回転寿司って本当美味しいよね。回転寿司好きですね。好きなの食べれますか。いやーねー、はい、もう本当にね、はい、もういつまでも長生きしてほしいなって思いましたよ、その時は。そういうことじゃねえだろう。ええ、誰に、あの自分の母親、ね。ああ、怒ってもらった時です。ああ、そうそうそう。お母さん、息子が言ってますよ。母ちゃん頼む。これからも美味しいお寿司を。ですね。はい、あ、そう、なんかね、タンポポひまりさん、そうって来てるんだ、はい。タンポポひまりさん、なんか入院してるかもしれない。大丈夫なの、ヒロ。あれタンポポひまりさんだよね、あれ。違う、ん、あれ違う、いらっしゃってるんですか、あの方は。タンポポひまりさんじゃない。わかんない。私、ちょっとよく見えないですけど。なんか持ってきてくださった。まあちょっとわかんねえな、うん、あれ外に出てないかもしれない、はい、まあちょっと考えよう、はい、なんかスマホをねあの外でいじってる方がいらっしゃったけど、はい、あ、タンポポひまりさんじゃないのかな、まあいいや、はい、タンポポひまりさん違ったらごめん、はい、入院中ってことだったの、はい、退院、うん、はい、したのかな、はい、あ、ノムさん、ルリルの街また後で歌わせていただきます、ありがとうございます、いつも、ノムさんすごい豪快な話ありがとうございました、はい、ノムさんがセレブだってことはよくわかりました。ノルウェーにも行くしね、ねえ、いいですよね、オーロラなんて行けないよな、オーロラ、私もカバンに入れて連れてってほしいです、本当に、みたい、いいね、なんか南くんの恋人みたいですね。あれ今の時代コメントしにくいですねそれ。本当にね、タンポポひまわりさん、はい、ね、クイズの答えオカリナってことでね、正解ですよ、うん、キーワード、お寿司は最近よくお稲荷さんを作る、おととい、寿司御さんに行ってなんとびっくり、すべて100円だと思ったらお皿によって値段が変わって、そうだよ、うん、そうそう、それ今の常識だよね、うん、で桜田の近くの病院にいるっていうね、はい、いうことですよ。キロロさんのもう少しお願いしたいっていうね、はい、タンポポひまりさん。リクエストですか、はい、はい。ありがとうございます。外にいる方、タンポポひまりさんなかったら失礼しちゃったの、俺。はい、タンポポひまりさん、ちょっと待ってて言ってたのよ。タンポポひまりさんも入院中かもしれないな。まあいいや。あと、9時20分になろうとしてる。まあ全然メッセージ読めてないのがある。はい。どんどん読んでいきますから、皆さんどんどん送ってください。はい。江戸紫のね、いろんなメッセージ届いてるな。うん。江戸紫のメッセージは後ほどご紹介します。ねえ、そうよ。つながって広がって笑顔サクサクし笑顔サクサクし、毎週火曜日1時からの生放送、真相回転音楽情報バラエティヒルクンゴボンゴ、ドラマーパーカッショニストのさらなりくんごです。クイズ、洋物でどうでしょう、ドラマーになりたけこれを聞けなど、気になるコーナーをニュースとお天気とともにお送りします。くんごボンゴは火曜日昼1時から。ミュージック&コミュニケーション 76.5 FM FM サクダイラワクワクモーニング76.5 FM。なんか外にはやっぱりタンポポひまわりさんね、入院中って聞いてたからね、ちょっとびっくりしちゃったんですよ。あとでちょっとね、CM の時にお話を伺いたいと思いますけどね、まあ元気そうでよかったですね。さあ行きましょう、はい、ひろみさん、はい、八丈島のきょんさんからメッセージいただいてますが、読んでいいですか。お願いします。行っちゃいます。はい、お願いしますよ、はい、京都ですよ、はい、全国の女子大生の皆さん、昨日は大阪で平野梨沙ちゃんのワンマンライブから名古屋の思われのワンマンライブをはしご。大阪名古屋ね、うん、
して会場前に缶ビール、会場に入って生ビール、新幹線では駅弁で缶ビールを3杯ずつ飲み、ライブ中トイレに行きたくて仕方なかった。あちきょんだよ。おっはー。これは行きたくなるね。好きなキノコは、原木椎茸だね。原木椎茸、ぞっこん作一でね、買ってきたんですよ。美味しいですよね。おととし。全然ならなくてね。え、そうなんですか。やっぱ育て方があれだったんだな。置く場所がね。ああ。原木椎茸ね。お水がかかんないと。あ、割と簡単になり育つの？ひろきさん。気長に待ちましょう。気長にね。そう、気長に待ってきましょう、皆さん。生えてくるんですよ。1年目はダメかもしれない。1年目はダメかもしれないけど、ね。はい。生えてきますよ。美味しいっすよ。原木椎茸だね。あ、これ確かに美味しいよね、原木椎茸ね、はい、いいなあ、出来たて食べるって。金賞の椎茸は安いけど原木椎茸のうまさには勝てないよね。シンプルに焼いてポン酢で食べるのが好きだ。みんな焼くんだな。なひろみさん焼かない、うん、生で食べるの？煮る。あ、煮るか。あのね、必ず干すんですよ、私。干すのが好き。干すと旨味成分がね、ビタミン D がねプラスされるんですよ。さすがひろみさんですよね、目が変わりますよ、キノコの話は。さすがキノコの日にヒロミさんですよ。すいません、美味しい話には、ね、はい。シンプルに焼いてポン酢で食べるのが好きだ。うまそう。あと鍋で食べるえのきだけも好きだな。あ、最高。えのきあれ味染みて美味しいですよね、うん、たまに歯に挟まるけど、うん、挟まるよそれは。すいません。挟まってもいいんですよ。すいません、はい。娘が小さい時にえのきだけほぐしてと、キョンさんが頼んだら一本ずつにしていて焦ったぜ。ごめん、かし。一本ずつって可愛らしい。そうだな。優しい娘さん。あ、えのきだけといえば、カモン達夫さんの歌を思い出す。ね、あの歌のあの歌詞も手掛けてるのが八重島京さんですからね、はい、まあ。そういうことをするっていうのは、あのね、なんかカモン達夫さんの素晴らしさでもありますけどね。うん、えのきだけといえば、カモン達夫さんの歌を思い出す、うん。えのきだけを歯ブラシにしたら、毛先がキュー。あ、言い方間違えた。大丈夫。言い方間違えた。今そういう歯ブラシありますよ。言い方間違えたかな。そういうのありますよ今。寿司は金沢の近江町市場で食べたのどぐろの寿司がうまかった。これはね、あのこれはわかります。のどぐろの生食べたことない。食べたい。いやーすごい美味しい、行ってみたいな。僕はあのほら北信越大会の実況に行ってね。いいなー。あー、まあ、あのまだ子供がいない時だったと思うんですけど、あのね、まあせっかくだからって家族とね行ったんですよ、金沢。寿司屋で大きくなる。あの仕事がちゃんと終わった後ですよ、合流してお休み取って。そうですよね、はい。行ったんですけど、うんうんうん、これがね、あの近江町市場ののどぐろも最高。あ、いいな。あのとろける。でそこからも金沢旅行とか結構行って、それで金沢マラソンにも出ましたからね。で金沢マラソンが人生初完走 42.195キロマラソン。うん、はい。ね、まあどうでもいいですけど。近江町市場で食べた、のどぐろの寿司がうまかったぜ。ね、いいね。うまいね。あの市場と隣接する形でありますよね。うん、ね、うん、お土産も買いたくなる。うん、諏訪さん、はい、瀬川英子さんののどぐろ飴の CM ソング歌ってー。のどぐろ飴。すごいな、ひろみさん。今度あれ、モノマネ日本一で瀬川英子さん行ったらどうですか？あ、それはプロ歌手に失礼か、そんなこと言うの。そんなことないです。失礼だ、失礼。プロ歌手にすいません。失礼しました、本当に。ねえ、絶対似てると思う。ありがとうございます。瀬川英子さん、いけますね。それは全然褒め言葉じゃないですよ、ね。いや、大丈夫ですよ。ごめんなさい、ひろみさん。大丈夫です。ごめんなさい、モノマネ選手権に出ちゃうかな。モノマネ選手権絶対いけると思いますよ。はい。新たなる彗星現るみたいな。はい。瀬川英子さん、いけそうだな。はい。で、どうします？はい。どうします？ナスタンシーさん、いいですか？はい、はい、新州の歌姫、多肉の女神、スワンさん&哲郎パパさん、そしてラジオをお聞きの全世界の皆様、ガチャヘルスケアモーニングダデヨーダデヨー。土曜日は母のあれやれと妻ちゃんこれやっての重複指令をテキパキと片付けて久々に多肉ちゃんと戯れました。タンシーさんすごい、ね、穂先の長くなったものは寄せ植えにしてあげ、根詰まりしているものは少し大きめの鉢に入れ替えました。なんかすごい嬉しいですね。ちょっとプロっぽいですよ、このタニラーっぽいですよ、タンシーさん。少し日陰の風通しの良いところで過ごさせ、タイミングを見て出窓に移動を予定しています。もみじ祭りは早々と葉先から赤みを帯びてきました。紅葉ですね。春日井市内もぼちぼち紅葉が見られる今日この頃です。
では今日の生歌リクエスト、懐かしの名曲ですよ。諏訪さんなら知っていそうなので、メロディーだけだと思うのだけれど、てんてんてん聞かせてちょうだい。シモンズの恋人もいないのにをお願いいたしますとリクエストもいただきました。単身さん、また歌っていきたいと思います。ありがとうございました。さあ、ということでね、単身さんのメッセージ、皆さんからのメッセージ、まだまだお待ちしてます。今日はキノコの日、あなたのナンバーワンキノコ、その食べ方とは、キノコエピソード大募集。そして、サブテーマは、お寿司でございます。お寿司エピソードね。はい、どんどん送ってください。あと、週末報告ね、はい。ビールが命の母、A さん。はい。いっちゃいます。はい。ヒロミさん、中村さん、おはようございます。おはようございます。このところ、1週間ごとに冷え込みが増していますね。本当ですね。本当にね。うん。さて、今日のテーマ、キノコです。キノコ。今年は松茸のみならず、すべての種類で豊作と。そのようですね。嬉しいね、松茸食べたいな。毎回、僕がいつ食べられるのかね。もう、ヒロミさんは、2週間前に、3週間前でしたっけ、食べたっつってね。ちょっと食べましたね。いただきました。確か菱野温泉常盤館近くにキノコ料理のお店があった、ね、そうなんですよ、はい、そうなんですよ、そのお店の紹介してたんです。ビールが命の母屋さん、ぜひ行ってください。はい、ね、ぜひ。もうたくさんお孫さんとかみんな連れて行ってください。そう、私を聞いてるよって言っといてください、ね、ヒロミさんならご存知でしょうかって、これ毎週ね紹介してるんですよ。私ね行ったことないんですよ。ダメですねこれね。本当にこんだけ紹介してて、はい、これはダメですね。本当にね、ダメです ね、うん、ね、コース食べてこなきゃね。私はリコボーが一番好きですか。あ、美味しい。リコボーね、大好きです、うん、今いいよねって言いながらね、今ね味がねあやふや。そうですか。リコボー食べた記憶はあるけどね、はい、あーこれはなダメだな、俺も僕もダメだな。リコボーが一番好き、はい、ね、うん、キノコは一年中毎日食べてます。うん、そうそう、いい、体にいいんだよね。朝の味噌汁にえのきは必ず入れてます。素敵。しかも日光で一度干したえのき、あ、いいですね。うん、母の鏡、ね、だしも効いて美味しい味噌汁になります。あ、新種が全国一の生産を誇るキノコ、山国の恵みです。本当です、そう思います。わー、キノコの消費量日本一だからね。体にいいんだもん。これはちょっと守っていかなきゃいけないよね、長野県民としては。もう作るどこだって問わずね。はい、僕はね、松茸でやっぱこの時期王様だけど、うん、やっぱりね、通年を通すのよ、なめこ。あー、やっぱ椎茸ですね。あ、嘘。本当に。うん。干した、干し椎茸。必ず干します。生持たないじゃないですか。うん、確かに。必ず干しますね。そうだね。はい、うん。そうなんですよ。まあ、人それぞれこだわりあると思う。そう。もうやっぱ僕はね、味噌汁の中になめこが入ってるだけでテンション上がるから、僕がちょっとね、ちょっと、なんだ、落ち込んだ顔してると、うん、家族は必ずなめこを入れてくれます。優しい。これね、子供の時からも一緒。実は。だいたいね、ばあちゃんがなめこ入れてくれたり。なめこは人生の元気の源、ね、懐かしいな、源。皆さんからのメッセージ待ってます。9時29分。ひろみさんのリクエストは9時52分。FM サクダイラのアプリが FM プラプラになるらしいよ。放送の遅れも改善されるし、力、緊急情報も入る。メールも移動することなく、その場で送れる。iOS は FM プラプラ。Android は FM サクダイラで検索。無料ダウンロード。ネットで検索。ワクワクモーニング。Traffic and weather information.さあ、時計の針は9時31分を回っています。中村哲郎をお届けしています。サクダイラメイクアップステーションワクワクモーニング。江戸紫、そうだよね。ラジオネーム、ビールが命の母 A さん、ね、江戸紫は商品名、桃屋の海苔の佃煮だそうです。ひろみさん、うん、だから言ったじゃないですか。お二人ともにご存知ないのですかって。ひろみさん巻き込んじゃって、ね、なんか言ってたような聞きましたけど、子供の頃のご飯の友でしたって。そうだよな、失礼しました、失礼しました。桃屋のラジオネーム江戸紫さんって人がいて、彼のイメージ、元の地ほどね、彼のイメージがあったんですが、そういや佃煮だったな、江戸紫な。ここで地震に関する情報です。先ほど9時12分ごろ地震がありました。震源地は熊本県天草地方で、震源の深さはおよそ10キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 4.1 と推定されています。熊本県熊本市で震度3を観測しています。この地震による津波の心配はありません。各地震度2、震度1などを観測している地域がありますが、この地震による津波の心配はありません。地震に関する情報をお伝えいたしました。天気です。長野県内今日は曇り、中部と南部では日中は雨の降るところがあるでしょう。佐久のポイント予報です。佐久の今日は曇りでしょう。明日は曇りのお天気です。
昨の今日の日中の最高気温は21度まで上がりそうです。佐久市近隣市町現在警報注意報出ておりません。今日の洗濯情報、早くから干せば厚手のものもなんとか乾きそうですよ。この時間道路状況お天気でした。さあ時計の針は9時35分になるところです。今日のテーマはキノコの日、あなたのナンバーワンキノコ、その食べ方とは。サブテーマは久しぶりにお寿司をね、母親に奢ってもらいましたよ。私はね何回も言うなまあそのぐらい嬉しかったわけですけども、お寿司がキーワードでございます。ファックス番号0267-65-8888でメールの方は FM 桜井のホームページからになります。はい、さあ、いろいろとメッセージは届いているんだな。こちらは、ラジオネーム、三原のひろみさん、広島県から。おはようございます。先日は友達と回る寿司に行きました。いいね。まあ、広島あたりとね、ほんと海近いから、三原のひろみさんとこなんてね。もう、地域のお寿司屋さんがほんと贅沢のお寿司屋さんでしょうね。きっと直送でしょ？現地直送でこう、寿司屋さんにも入ってんじゃないですか？未だ回らない寿司には行ったことがありません。必要がないから。だって、あれだもんね、やっぱり新潟で学生の時とか、北信越大会とか出た時にね、柔道で。あんまり話すと時効だからいいのかな、わかんない。選手同士でね、じゃあちょっと自由時間作ろうって、お寿司を食べに行こう。で、その時にね、やっぱりみんなから勧められたのはね、いやー、普通のお寿司屋さん、まあ、高校だから行けないけど、もともと、回らないお寿司で十分だ。もう本当に海沿いの地域は本当、抜群に美味しいから。みんなで食べた思い出ってのはありますけどね。ラジオネーム、ナスタンシンさん。これはヒロミさんのコーナーに届いてくる。この時間しか読めないから、どんどん読んでくれ。ラジオ機の全世界の皆さん、ガチャヘルスケアモーニングだれよ。土曜日は母のあれやれ、これやっての重複指令、テキパキと片付けたよってことでね。さっき読んだね、ヒロミさんね。シモンズの恋人もいないのに。今、ヒロミさん練習してくださってますから、後ほど楽しみにしてください。そしてね、マコちゃん。中村さん、諏訪さん、そしてサンドの飯よりワクワクモーニングというリスナーの皆様、今朝は実家から徒歩2分ぐらいのところが現場、東京の下町荒川区よりひょっこりおはようさんです。今までは BGM やテロップの編集を終え、さっとできていた YouTube への動画アップができなくて宿泊している誠くんであります。バージョンアップかね、うん、なんか母親がね、ちょっともともと寿司を食べるっていうの理由がありまして、母親がスマートフォンで私の番組をね聞いてくれてるんですね。まあ、親っていうのはありがたいものです。うん。本当にね、聞いてくださってるってことは本当に、嬉しいことではありますけど。で、聞けなくなったって、理由は何だって、FM プラプラに移行ができないって。で、やってきて無事聞けるようになったっていうね。バージョンアップしないとね、僕もずっとね、できなかったの、実はね。だから、4.0 が限界の中でね、今回の FM プラプラ 5.0 のバージョンがないと、以上のバージョンがないと、なかなかね、ダウンロードできないんだよ。なんか、黒木名車さんがね、メッセージ来たからダウンロードできたのかなって、後でちょっと紹介してみたいと思うけど。で、僕もバージョンアップしてね、FM プラプラようやくね、アプリとして使えるようになりましたけどね。ぜひ移行が済んでいないという地上波ラジオでお聞きの皆さん、FM プラプラ、ローマ字大文字で FM、カタカナプラプラ、ね、検索してダウンロードしていただきたいと思います。スマホでどこでも聞けます。ね。だからそういうのあったのかな。で、まあ、母親も無事今日は聞けてると思いますけどね。キノコの日、あなたのナンバーワンキノコ、その食べ方とは。まこちゃん、椎茸に軽く醤油を垂らして食べたり、えのきのバター醤油炒め、スーパーの店頭に並ぶお財布に優しく手軽に簡単、庶民の味方という三拍子が揃っていると言っても過言ではありません。そうだね、えのきのバター醤油炒め最高だね。椎茸もキノコもね。豚肉とえのきをさっと炒めて焼肉のタレに絡めて一品ってのもありかな。ピンで売っているなめたけもご飯のお供にいいですね。これ食べ過ぎで怒られちゃうな。しょっぱいの好きだからね。水気を切った大根おろしの上にかけてビールのお供にも最高だね。まごちゃんもキノコのうまさ、うまい食べ方を知ってるね。ああ。お寿司の思い出。お寿司のネタと一緒でメッセージテーマのネタも新鮮に直近の話で。桜平から帰る前、某回転寿司屋さんに行きました。あ、そうなの？桜平中？桜平にいる中？桜平ね、この前来てくれたけどね。
連休中ということもあり、カウンター席も満席で意外と待ち時間も長く、食べ始めた頃には時計とにらめっこ状態。そりゃ高速バスの発車時間まで30分を切ってるんですが、これは厳しいね。美味しいとこ味わって食べる場合じゃありません。12皿を食べたところでフィニッシュ。預かってもらっていた荷物を取りにスタジオまで小走りで戻り、樋口さんと前島さんへのご挨拶もささっと簡単に済ませてしまい。お寿司ギリギリまで食べたからね。急いでバス停に向かいました。僕がバス停に着いてほんの数分後にはバスが到着。もし13皿目をタッチパネルで注文して食べていたら、高速バスは僕を乗せることなく無情にも佐久平駅を発車していたかと思います。ね、なるほどな。でも佐久平のお寿司もどうだった、まこちゃん。美味しかった。今全国各地こう味の差ってのがない時代ってすごい時代になったなって思うけどね。うん、はい、ということでね、まこちゃんもう一つこれだけ読んで、終わろうかなこの時間。先週撮らせていただいた動画ね、テロップと BGM を入れて編集も終わってるんですが、いざぼやきとして YouTube へアップしようとしたらスマートフォンから YouTube にアップできなくて四苦八苦しています。ネタを明かしちゃえば前半はグダグダなトーク、中盤は佐久平駅周辺の模様、うん、後半は諏訪さん登場という感じで、今回のぼやき動画のすべてに BGM やテロップを入れ終わって、あとは YouTube へのアップだけだというのに、あまりにもイライラしすぎてしまい、スマートフォンを床に投げつけてしまいました。落ち着いて。パソコンや機器など詳しい兄貴に今晩スマホを持っていて実家行ってこようと思いますね。諏訪さんきっと気長に待ってくださると思いますよ。皆さんこんにちは、ダンスクラブ KDC の広末恵子です。 FM 佐久平はなんと今年開局20周年、ジュエルボックス KDC を毎週日曜日に放送させてもらっている KDC も一緒にお祝いしたいと思います。20周年おめでとうございます。ミュージック&コミュニケーション 76.5FM FM 佐久平。さあ、あっという間にエンディングでございます。ね、外にはタンポポひまわりさんが、ね、ひろみさんに会いたかったってことで待ってますけど、ありがとう。ちょっと聞いてないな、今な、リアルタイムでな。いじってるんだけどな。はい、コーヒーありがとうございました。ありがとうございます。はい。ね、多分あれ、サイマル遅れあんのかな、そんなに今遅れてる？あ、それでも遅れてますね。うそ、マジで？なんで FM プラプラ。プラプラ聞いてますよ。プラプラ。はい、ね、プラプラ、はい。さあ、ということで、ひろみさん。まあ、タンポさんに伝わるのは30秒後ぐらいかもしれない、ね、そうですね、歌っていきたいと思います。はい、お願いします。はい。冬が始まるよ、ほらまた僕のそばで、すごく嬉しそうにビールを飲む横顔がいいね。トロは中トロ小肌味、いらっしゃい、アナゴ甘エビ塩サバスズキ、いらっしゃい、寿司食いね、寿司食いね、恋人もいないのにバラの花束台で、いそいそ出かけて行きました。風が吹けば港に船は帰り来るけど、若い愛を交わした笑顔二度と見えない、あの人は、あの人は、丘の白い十字架、もう少しねえ、もう少しあなたのそばにいさせてよ、空と大地が触れ合う彼方、過去からの旅人を呼んでる道、あなたにとって私ただの通りすがり、ちょっと振り向いて見ただけの異邦人。
この横顔は今も眩しくて、いつかまた会えるその日まで、君に幸あれ。瑠璃色の街よ。いやー、ひろみさんありがとうございました。ありがとうございました。このシンガーのひろみさんに歌っていただくコーナー、月曜日でございます。来週月曜日も皆さん、まあ、早めにリクエストを、ね、はい、お待ちしておりますので、お願いいたします、はい、準備バッと出しますからね、はい、嬉しいです。はい、ね、皆さん喜ばれたんじゃないでしょうか。じゃあ2分50秒ザザッと、ニュースね、週刊賞制し史上5頭目のアーモンドアイが牝馬3冠というね、うん、これ紹介できてなかったので、おめでとうございました。ありがとうございます、ね。ナスタージーさん、山口くんのライブ、後輩のね、うん、山口くん、あ、後輩じゃないかね、山口くんですね、はい、方向転ライブ見に行ったよっていうね、クオリティの高いライブだった、ね、11月21日ワンマンということで、これ放送後期ご覧になってください。長野のなめたけは炊きたてご飯に最強じゃないって送ってくれてますけどね、うん、まあ、美味しいよね。美味しいです。で、我が家の裏手に実は桜寿司というお寿司屋さんがあって、店主は若くて亡くなって、おかみさんが見よう見まねでお寿司屋さんを続けていたっていうね。学校のテストが終わると親父とおふくろ妹でお寿司を食べるのが楽しみだったっていうね。お寿司屋さんを辞められて私たちが埼玉にいる間、母のケアをしていただいた大切なおかみさん、うん、今でも寿司屋のおばさんとして、私が会社から帰宅すると、兄ちゃんが帰ってきたから帰るわと言って、ご自宅に帰っていく、ね、お母さんと家族ぐるみの付き合い、うん、裏の寿司屋のおかみさん、ね、はい、いうことです、ね、素敵な話、素敵なお話だったね、うん。高島丸さん、はい、寒いねってサブテーマお寿司ですが、昨日お寿司屋さんで松茸ご飯のおにぎりを作ってもらった。あ、すごい。贅沢。これからそれを食べます。美味しいこと間違いなし。海苔がちょっと湿ってるけど、いただきます。いいじゃないですか、ね、冬が始まりよかったよね、はい、江戸紫は三木のり平さんが宣伝していた瓶詰めの海苔の佃煮そうだよ ね、 ね黒木名車さん、はい、生田ひろみさんの夕焼き小焼きいいな、癒されました。ありがとうございます。スマホ変えたからまた聞けるよてっちゃんで、よかったよかった、ありがとう名車さん。エクスペリアに変えました。バージョン8、そう、バージョン5以上じゃないとダメなんだよね。バージョン4だとダウンロードできませんでした。僕もそうだった、ね、皆さんバージョン4でダウンロードできない人はバージョン5、お近くのショップに行ってください、はい。松茸は、何といっても天ぷら、エリンギ、舞茸、えのき、椎茸が大好きで、松茸は大嫌い。あ、そういう人もいるよね。あ、香りがね、嫌いっていう方もいます。うんうん、あとね、ハチニカローラさん、いつもありがとう。ありがとうございます。アルミホイルにエリンギやえのきだけを包んで、バター炒めて食べることが最高です。ハチニカすごいヘルシーだよ。ヘルシーだね。あと、なめこ汁が大好きで、うん、僕も同じ。ぶっこみのジャンさん。ジャンさん、望月春日のフレンチレストランサンザさんで食べた野菜のお寿司、あ、これ美味しそうだ。美味しそう。サンザさんですよ。秋になると素揚げしたキノコのお寿司が出るんです。おしゃれで美味しかった。あ、本当だ。お寿司美味しいっていうのは大人の証拠なんて書いてある。わかるさん、ね、はい、わかるね、うん。心理公園ってエプリのライブ聞いたよっていうね、うん、で木曜日ね、あのリクエスト答えてくださいましたっていうことでね。よかったね。ありがとうございます。これ全部入れてありますでね、ブシュカッシャーも全然送ってくださいよ。え、ぶつかしちゃうんですね。言えなかったか。リコも美味しいって書いてくれたのは黄昏ぐーたらぼしさん。本当に皆さんありがとうございました。ありがとうございました。この時間の担当は中村哲郎と、すわひろみでした。今日も元気な一日を。キノコー。